新曲天国編ダンテ・アリギエーリ。1300年4月7日、私は古代ローマの大詩人ヴェルギリウスと出会い、うつしみのまま地獄に入った。次に煉獄で7つの大罪を洗い落とし、現世で死に別れた初恋の人ベアトリーチェと再会した。さあ行きましょう、ダンテ。古の聖人や神学者、天使たちのもとへ。私の体はベアトリーチェと共に天に昇っていった。天国は10層もの天宮で構成されていた。第1点、合点には神への誓願を果たせなかった者たちが。第2点、水星点には名声を得るため徳を積んだ者たちが。第3点、金星点には恋に熱情を注いだ者たちが。第4点、太陽点には聖トマス・アクイナスをはじめとした賢者たちが集います。第5点、火星点には信仰のために戦った戦士たちが。第6点、木星点には正義心あふれる統治者たちが。第7点、土星点には信仰に一生を捧げた者たちがいます。そして第8点、恒星点には12宮が置かれ、十二使徒聖ペテロや最初の父であるアダムが列しています。息子よ、私がイブと楽園を追放されたのは禁じられた果実を食べたからではない。神から授かった大いなる恩恵、自由を乱用したからだ。私はこのため930年間地上をさまよい、イエスの死によって罪が洗い清められるまで4302年間天国と地獄の狭間リンボで過ごした。父よ、子よ、聖霊よ、栄光あれ。第9点、幻道点はセラフィム、ケルビムを含む九大天使が合点から恒星点を含む8つの点を愛の力によって回転させています。私はベアトリーチェに導かれて9つの点を巡り、古の聖人たちに教えを乞い、信仰についての問答を交わした。やがて天空に光の十字架が見えてくると、天使の大軍と共に千段にも達する円形劇場が出現した。ようこそ、ここが旅の終着点、始皇点エンピレオです。ああ、それは天上界に咲く純白のバラであった。無数に輝く神の光が花びらとなり、幾層にも重なって私を包み込んだ。その美しさは人間の言語表現の限界を超えていた。どんな宗教家も大作家も表すことは不可能だろう。私はこの感動をベアトリーチェに伝えようと振り向いたが、彼女はもうどこにもいなかった。おお旅人よ、悲しむことはない。
ベアトリーチェは彼女のあるべきところに帰った。私はベルナルドゥス、聖母マリアに仕える忠実なしもべだ。誉れ高き聖ベルナルドゥスとの突然の出会いに、私は驚きと恐悦で声を失った。彼はにっこり笑って私を見つめると、私はベアトリーチェに頼まれてここに来た。あなたが天国の旅を無事に終えられるように。さあ心してご覧なさい。一番奥におわすあのお方こそ、我らがお仕えする聖母マリアであらせられる。その時、至上の喜びが私に降り注いだ。大勢の天使たち、聖女たちに囲まれた聖母マリアが、慈愛にあふれた眼差しで私を見つめた。おお、処女にして天上の母マリア、神より生まれし最も謙虚で最も汚れなき方よ。あなたの慈悲と憐れみにおすがり申し上げます。どうかこの者に父なる神へのおとりなしを、この者が現世に戻ることのできる機会をお与えください。聖ベルナルドゥスの懇願と祈りが終わると、聖母マリアは一層奥ゆかしく優しい微笑みを浮かべた。そうして目線を上げ、思考にして燦然と輝く光を仰いだ。さあ行くのだ幸福な子よ、またいつか会おう。父よ、子よ、精霊よ、栄光あれ。促され、私はその光に向かって進んでいく。すると次第に夢見心地となり、意識が朦朧としていった。ああ、言葉とはなんとか弱きものだろう。この尊さを例える術が見つからない。理性が追いつかない。記憶をとどめておけない。ただ憧れと歓喜が私を支配する。一瞬、崇高な光の中、人影を見た。だがそれは見間違いだったのかもしれない。そう思った時、一筋の光に貫かれ、私の想像力は尽きた。しかし我が願いと意識はまるで輪のように巡らされていた。愛だ、すべては愛だったのだ。星も地球も太陽も宇宙もすべて愛が動かしている。